ひろこさん、すいません深夜ででも今始めるということは確実にラストオーダーが確定しているというこんばんは。いやー、私もね今ちょっと眠いんで配信どうしようかなと思ったんですけれども、今日のことだから今日やっとこうと思ってまたマクドしかないからねこの時間。あ、キミコッティさんこんばんは、マイコさんこんばんは、アペリライトさんこんばんは。眠くなった人は離脱してくださいね、夜中。ですね、若干ショックなことが、昨日か一昨日の配信の結構大事なこといろいろ詰め込めれたと思ったやつが録画し忘れてうっかりと残せませんでした。 YouTube に上げれないかおれさんこんばんは、りんごさんありがとうございます。すいません夜中になってしまったけれども、まあいっかと、前の話したやつはまあ何かしらの形で入れ込ん、なんかね入れようと思うあれめっちゃ大事なことやから、前回ライブ配信したやつで、あ、でもこれちょっとやっぱりざっくり簡単にでも入れとこう。ですね、この世界は、まあ、私的な解釈なんですけど、自分の中から湧き出ているエネルギーが、自分がこうこの世界で使えるエネルギーなんですよね。その人の世界というか自分が見ている世界ね。すると、基本的にこの世界に溢れたエネルギーは全部叶える方にしか多分この粒子が動かない、具現する方に動くことになってると思うんですよ。でその具現する方に動いて拡大していくのが宇宙の本質的な、宇宙がこう動いているエネルギーの流れ、宇宙が常に成長拡大しているので粒子レベルでも多分そうなんだよね。こんばんはマリンさん、深夜にありがとうございます。で、だからなんていうかな、私という存在の人間はでもその叶えようとして待ってるこの世界に充満している粒子にこれを具現したい、これを叶えてほしいっていうのをオーダーする存在なんだよね。まあ方向性を与える。だから人間一人一人いるけど全員自由意志があるのは方向性を与えるためとも言えるよね。方向性を与えるには自由意志がないと、まあ与えられないじゃないですか。で、なんていうかな、自分から出ているエネルギーを何に向けるかで結局常に四六時中どの瞬間もエネルギーは願いを叶えようとしてるわけよ、具現化しようとしてるんですよね。でそれが私という存在
の現実って困難とか現状って困難ってあるとするじゃないですか。これなんかめっちゃよ願っているような、例えばさ、こんな風になってあんな風になってっていう通りになってなくても、これが私という存在の中に入っている潜在意識ベースのやつも全部丸ごと具現するとこれってことなんだよね。潜在意識では意識してないけど、私の要素に一部になっている潜在意識のものも全部具現されたのが今ってことだと思うんですけど、あるいは昔放ったオーダーね。で、なんていうかな、だからそれさえも全て自分っていう存在が作っているっていうことがよく話に出てくるけど、これが一番大事で消えちゃったからちょっと残しておきたいんですけど、例えばあの A、 自分の世界に、まあ、会社にいる A さんとかね、誰かに嫌われてると思う、感じるとする、自分がで、なんか嫌われてる気がするなと思ってると、なんかだんだん元気がなくなってきたり、なんかその人の前で萎縮したりするじゃないですか。でも実はその私を嫌っていると思ってる A さんが私をそういう風に見ていると、私が見ているんですよ。 A さんに嫌われていると思ってで見ている私の世界なんだよね。実際は A さん見てない私を。その A さんが見ていると思っているこの視点、この視線自体も私なんだよね。うん。これは私がそう思って見ているからその世界なんですよね。で A さんに嫌われてると思ってなければ、そう自分が思ってなければ。そう見えないのよ。で、たとえ A さんが本当に嫌ってても、私がそう思ってないと A さんがなんぼ視線向けてても私には感知されないのよ。だからあくまで自分が認知してそうだと思ったものしか私にはデータとして入れないのよね、結局。だから私が見ているままの世界しか私は感知できないってことだなと思って、その通りになってんのよね。自分が見ている世界は自分が思った通りにしかなってないのよね、っていうね。で、その私を嫌っているであろうと思っている時点で、この A さんから来る視線に自分がなんかあーってなる、損傷する。だけどこの A さんに、みーちゃんこんばんは、 A さんが力を持ってくるのは、私が A さんが私を嫌っていると思っているからなんですよ。これは私という世界の唯一のエネルギー源の根源の力を、この本当の A さんは違うんですよ、多分。本当の A さんがそう思っているかわかんない。ただ自分がそう思っている、私を嫌っているであろう A さん像に自分が生命エネルギーをずっと照射してフォーカスするから、ここが生き生きとだんだん生きてくるわけ、生命力を持って育ってくる。するとあくまでまるで動き出したかのように、私の世界にこの A さん、私を嫌っている A さんが大きくなってくるわけ。すると突然なんか他のことを、全然関係ない A さんなんか存在もしない、ベッドで寝てる時にも、あー A さんにあんな風に追われてるなとかさ、自分の中にどんどん入ってくるのよね。でもこれを自分が生命力与えちゃったからそうなるんであって、自分が一切そう思ってない時も完全消滅する。でこういう風に私たちは気がかりなこととか不安とかがあると、それに自分の意識が向き、フォーカス向いて、自分という存在が使える貴重なエネルギーが、そういうものにどんどん生命力を渡していくわけね、ポンポンと。こうやって、こうやって。あー、ゆかりちゃんこんばんは。深夜にやっております。あ、この曲いいよね。月見バーガー用ですけど。
で、するとなんかこう不安とか私を損傷するものに私のエネルギー自体渡して、これが反転してこっちに来るから、変な話なんですよ、オウンゴールみたいな自分のエネルギーを自分を損傷させる方に自分で向けてるっていう構造になる。だからこれやめて、自分を尊重するものじゃなく、本当に欲しいものに生命エネルギーを与える。私という存在の全エネルギーは、私が増えて欲しいもの、私にとって喜ばしいものだけにこう上げて、渡していく。私の生命エネルギーやから。すると、すごい喜びが大きくなって帰ってくるんだよね。まあ、結構そういう本当シンプルな単純な話が、きっと宇宙の法則とか、まあ、フォーカスが全てって言うけど、そういうことだなと思ってて、ありがとうゆかえちゃん、これ一番初めに買ったモロッコのやつなんだけどね、私も気に入っております。ただちょっとボロボロになってきたなってえ、すごい早い早い、ひろこさん、そうゆかえちゃん、この話がね消えちゃったんだよね、それで今ざっくり言っておりますもう私保存し忘れたのよ録画し忘れて、うん、だから言い直してるから若干ちょっとあんま乗ってない感じになってますけどアナお子さんこんばんは。うん、で、あくまで私が見ている世界だなっていう話ね。で、私はダメだなとか、私はなんかこう人とうまくやれないなとか、そう自分に対して向けてるエネルギーも結局全部同じで、せっかくの自分の生命力を自分を尊重する方に向けて消してしまってるっていうことになってる。それをでも考えてみれば、その自分が与えた生命力は全て叶うから、ある種。そしたら自分が欲しいものに向けさえすればいいんだよね。叶ってほしくないものに意識フォーカス向けるのやめて、ほんまに欲しい方をバーンって向けたら、それがもうバーンって全部返ってくるっていうことだなと思って、まあ、ある意味そのブロックとか、不安解消、カルマ解消、全部、そもそもは宇宙は全部具現していく方向に回っているのに、私らがそれを持ってることによって、あえて止める方向のオーダーしてるのをやめる、それ外すってことなんだね。だからそういうのがクリアになっていけばいくほど、勝手に、そもそも叶う方に動いてるから、エネルギーが。それに乗ってるだけで勝手に叶っていくっていう世界だなと思って、でそれでね思ったら、今日昨日か、自分の体でみんな痩せたいなとかさ、シミがとかさ、なんかあるじゃないですか、目もっと大きくなったらいいとかさ。こんばんはポリンさん、深夜にありがとうございますなんかここもうちょっとなったらこうだとかさ。でもよく考えたら、この体という私を形成している粒子は間違いなく私の存在のオーダーによってここにあるわけよ。この形を形成し、粒子として集まって集合体としてここにあるのは物質で、絶対自分のオーダーだなと思ってね。すると今の自分のスタイルやとか、なんかこう顔形とか、太ってようが、なんかこうシミがあるとか目ちっちゃいとかいろいろあったとしても、なんか、あ、やつここさんこんばんは、深夜です、深夜にやってます、マクドでありがとうございます。全部私が願ったというか、私がオーダーした通りが、この宇宙の粒子に私がオーダーした通りがそのまま具現してるんだって、なんか突然思って、えーってなったわけその私のオーダーのまま、だから例えばさ、病気があるとかさ、なんか
病気があったり、なんかもうちょっとここ綺麗になったらいいのにとかさ、なんかいろいろあっても、それは自分が持ってるオーダーというか、私という存在の持っているエネルギー状態そのものを具現してくれるわけよね、多分。そう、だからもう一つの間違いもない形で具現してくれてる、全部もう叶えてくれてて、これなんだっていうことがなんか突然出てきてなんかそしたら、うわーやばーみたいな、なんかもっとスタイルがどうとかさ、なんかなったらいいなとか思うけど、いやなんか突然ありがとうみたいな、私の体みたいな、私の思った私の通りに作って叶えてくれてこれっていう。え、誕生日ナンポリンさん、お誕生日おめでとうございます。ポリンさん、ますます美しく若々しく、ピュアさはそのままにどんどん開花して若返って、生き生きとポリンさんが発揮される素晴らしい一年となります。おめでとうございます。なりました、おめでとうございます。そうそうそう、だからなんかこう、何やろな、この前提の切り替わりがすごいのよ多分。現状の私は太ってるしな、こんなサリー会いたいなとか、もうちょっと顔綺麗になりたいなとか思っていた私とかから、この体そのものが私のオーダー通り、私が私というまあ周波数が発しているものを常に粒子、宇宙の粒子は叶えてくれようとしているから、その私の周波数通りを叶えて具現してくれたんがこれってことなんだよね今。あ、よかったねポリンさん、みんなおめでとう言ってくれてね、素晴らしい誕生日パーティーがここで早速具現されました。それもポリンさんが私誕生日なんですって言ったからですよ、それが具現ですね、オーダーしたから、表明したから。うん、でこのまさにそのこうなってください、お祝いしてくださいって言ったわけではないじゃん、でも私今日誕生日なんですっていう私という存在のことをここで発表し表明したことによって、おめでとうってみんなが言ってくれる、そう、こういうことだから、私は宇宙の粒子に私という存在のエネルギー周波数はこれですっていうのを、まあ、表明してるのと同じなんだよね。そしたらその状態その通りを形にしてくれてるのが今の私なんだよね。だから病気とかあっても、それは私という周波数の中にそういうまだ解消したい、固まっている何かがあるんだっていうことだし、それが悪いとかいいとかっていう以前に、私という存在のオーダーを全部叶えてくれて、私の体が今ここにある、存在している、それが意志のもとですから、自分という存在の意志が今ここに体として具現しているのがまさにこの肉体っていうね、やばいでしょう。全員それかなって今ここにいるんですよ。この肉体が欲しくてたまらなかったはずなんですよ、地球来るとき。やっと私の手にその数々の粒子が叶えてくれたんだよね、叶えてくれ続けてるからここに40年生き続けられてんだよねと思って、これがどんな形とかそんな内容関係なく、今私の通りに
叶えてくれてるんだってなった時も、この体の粒子たちが全部私の味方に、実際そうですよ、実際全員の味方なんですよ。一番近いとこで応援してくれてる粒子が私の体を作っている、蘇生している粒子だなと思って。だからなんか不具合があったら、あ、トリコさんこんばんは、深夜にやっております。一緒にクリアリングして幸せになろうって話なんだよね。で、なんかこう自分がさ、こんな体型が嫌だなとかさ、もっとあれになったらいいのにとか思っているにもかかわらず、そんなことはものともせず、純粋に素直にもうただひたすら私の思ったを粒子たちは内容かかわらず叶え続けて、こう形作ってくれてんだよね。すごくない？それね、素晴らしい。ひろこさんボディクリーム、うん、そうなんよな。だからまあ、ある種目の前に出てくる嫌な現実とかさえ、そういう意味ではそうなんだよなと思って、潜在意識の私が分かってなくても、その具現自体がもう私の周波数を叶えてくれてるってことだよな。嫌なことは病気みたいなもん、嬉しいことは自分の好きなパーツみたいな話で、あのそれの好き嫌いを顕在意識はあっても、ただひたすら私の周波数を具現し叶えてくれている結果としての今目の前にある現象ってことだね。肉体も太ってようが、なんか気に入らんパーツあろうが、やっぱ自分の周波数通りに具現して叶えてくれたこれだってことを、なんか内容いかんにかかわらず、なんか理解できた気がしたの。その体は全部私の今の私の具現そのまま叶えてくれてるこれなんだって思った時ね。うん、でも実際そうでしょ。何にもオーダーない状態な粒子、それが人間がオーダーするからこういうボトルになり、こういうものになって、こういう棚とかできて、これが本当に人間が見ているからこそある世界、見ていない時、意識を向けていない時、この後ろには何にもないって話がもうめっちゃ出るじゃないですか、宇宙論みたいな物理学。それが私体感的な腑に落ちてなくて、なんかほんまそうなんだろうけど私には分からないって思ってて感覚的に分からないみたいな、意味は分かっても感覚で分かんないのね。でも今日気づいた、これが一つのある種それの理解に近づく一つだなと思って、で実験とかも実際もうその粒子レベルのすごい実験したら、人間という観測者がいた時点でもう粒子の動きは変わってしまうっていうのがもう証明されてるのね。観測していない時の粒子の動きを本当の意味で人間は知ることが永遠にできないのよ。観測した瞬間、粒子に人間の意識エネルギーが加わるから、動きはもう影響を受けて変わってしまうのね。まあ、それを突き詰めていくと、まあ結局多分こういうのもまた自分たちが見ている時しかそれが存在しないという話に多分つながっていくんだけどね。うん、スリット実験っていうの、それ、なんか私画像でなんか見たんだけど、ちょっと名前まで覚えてないけど、そうかと思って。うん、でなんか今日気づいた、その後ね今日気づいた気づきが、もやなんか自分的にこれあれだったんだけど、なんかこうそれが出てきた時もすごい涙が出てきて、目の前にさ現象が来る、
で現象によって、うん、例えば人に褒めてもらうと嬉しいじゃん。それとお金があったらあのいろんなことできたり不安がなかったりそれで嬉しいじゃん。そうなった時私たちは人が褒めてくれるから嬉しいんだ、お金があるから嬉しいんだになりがちなんですけど、本当は人が褒めてくれた時に出てくる自分の嬉しいっていう気持ち、このエネルギーに浸るから嬉しいのね。お金が来た時お金を見て歓喜される自分の気持ち、あ嬉しい、あれできるとかいうビジョンにワクワクするし、あこれやったら安心だとかさ、こっちから出てる自分の中から出てるエネルギーによって嬉しくなりワクワクして安心してんのよ。お金で嬉しくなり安心してるんではないんですよ。こう厳密に見れば人が褒めてくれたことによって歓喜される、こっちのエネルギーに満たされて幸せになってるのね。だからこの本当の意味では現象に力がなく、これは刺激であって、あくまでこっちからのエネルギーを引き出す刺激のでしかないってことね。現象の方が私より重くなった瞬間おかしなことなの、そういう意味で。うん、だからそのなんていうかな、ここで現象によって私は幸せになってると思った瞬間現象を追いかけてしまうんだよね。うん、でもだって実際問題お金見ても自分がそこに幸せを感じなかったらこれ幸せ喚起することはできないんです、同じものなのに。でも自分がそれを素晴らしいものだって見た時初めてこっちの回路が開いて喜びが出てくる。これ現象じゃないって分かるじゃないですか。現象に力があるんじゃなくてこっちの私という存在の見方そのものに力がある。私という存在が何を見てどう感じているかがほぼ全てだから、私が私の宇宙を作ってるという意味のその意味がそれだなと思って、うん。でね、そしたらまあフォーカス、その同じものか喜びにフォーカスしたらいいって話になるんだけど、そうなんですけど、でも今日来たインスピレーションは、あ、もう目の前に何が来ても、何が来たってどう感じるかどう捉えるか私が決めれるわけよ。私次第なんですよ。ってことはよ、目の前にダイヤモンドが来ようがゴミが来ようが自分が選べるんですよ。どういう反応するかは、どんな気持ちになるかは。ダイヤモンド来たらめっちゃ嬉しい、綺麗ってなんの普通。ゴミ来たら、あまたゴミ来ちゃったってなんの普通。だけどゴミが来ようがダイヤモンドと同じ周波数で自分が捉えると決めた時、ダイヤになるの、ゴミが変な話してますけど、それだってなって、何が来たって私が選べるんやから、何を感じるかどんなエネルギー出すかは、エネルギーは向こうからは出てない。あ、まあ厳密に言えばあるんですよ、出てるけど、最大のエネルギーの根源は私しか出ないから、私からしか出ないから、私がこの世界で自分が使えるエネルギーはな、何が来てもそれに自分が最上の幸せと喜びを見出せるようになれば、もうダイヤであろうがゴミであろうが関係ない。私が私の最上の状態を常に選び、そのエネルギーを放出することができるってことなんだよね。
目の前に何が来たって。ってことはもう現象に左右されないってことなんですよ、これができたら。で、あのタイムラグの話あるじゃないですか。横断して現実になるまで時間がちょっとあるから、その現実になるまではちょっと待ってましょうみたいなさ。でもこれだとそのダイヤじゃ、ダイヤが前に来るまで具現しないということになるっていうかさ、まだゴミあるなみたいな感じになっちゃう。でもその今この瞬間自分がどう感じ、何をどんなエネルギーをここの私自身から引き出すかを選べるっていう私が決めてしまえば、もうゴミがある時点で具現化するタイムラグ待つこともなく今すぐ幸せになるってことなんだよね。これビジョンとかさ、なんかそういう見てっていうことでもなくて、なんかこう現象化させるためにこっちをコントロールするんじゃなくて、私という存在が全てのものの意味、全てのものから私という存在が引き出しうるエネルギーを自分で決めて特定することができる。ってことはゴミをダイヤにできるのと一緒なんだよね、これ。この微妙な感じ分かる、伝わりますかね。反転してんですけどね、これは感覚が。錬金術って普通は言うたらまあ神を金に変えるみたいなことじゃないですか。でも神より金が価値があるのは人間が神より金を見た時に価値を感じるからなのね。でも人間がもし金より神の方に価値があると思えば、神の方が価値をこっちから出すエネルギー増えるわけよ。並木さんもその話してたの？すごい。だから錬金術のある種の本当の真髄じゃないけどさ、現象としての神を金に変えたいと願う理由は、金の方が見たものの存在、見たものから引き出すエネルギーが素晴らしいものを引き出せるからっていう定義だとする。すると神を見て金と同じエネルギーを自分が引き出せるなら、これはもう神が金に変わったのと同じってことなんだよねと思って、なんかある種何が目の前に来ようが自分がそれを決めて出すエネルギーを決めれるってことは、もう目の前に来るものを全て自分が変えれるっていうのと同じなのよ、実質的に。これすごい話じゃないと思ってさ、もう私このあれがインスピレーション来た、もう涙が出て止まらなくて、なんかねもう全部変えれるのよ、自分が。現象を変えるんじゃない、自分がどう感じるかさえ、自分が何を価値与え、どれをこうそこから自分の中から刺激として引き出すかさえできたらというか、常にやってるよね、もう今すでにやってんだけどね。だってさ、このマクドのやつ見てさ、あ、マクドだね、数百円の飲み物ですねと思えば数百円の飲み物の価値。でもそれはそう自分が認識したからそうなるんだよね。でもこれが砂漠でこの水があったら、もう命の水になるじゃん、同じマクドのものでも。私がもう砂漠で水がとてもとても枯渇してほしいって思っている時にこれが現れると、もうものすごい最上の価値になる。その違いは自分という存在がどう見ているかだけの世界なんよね。さっきの実験の話でも一緒ですけど、
自分という存在がどう見ているかによって世界がなんていうのかな、価値までも変わってしまう。これが本当の意味で自分自身が創造主であり、自分が宇宙の中心で宇宙そのものであるという意味のあれじゃないかなと思って、この気づき来た時に。でも一生懸命現象変える方じゃなくて、自分がこっちの回路をいかに開いて、 何を見てもそっちの回路からその刺激を出してこれるか、自分が出したいものをね、すごくない？何が来たって自分っていう、結局私という存在からしかエネルギーは出ないから自分が感知できるエネルギーね、自分が感知できるエネルギーは私の中からしか出てこないよ。うん。するとある意味全てのもの、100億であろうが、エリザベス女王の冠であろうが、これを見てエリザベス女王の冠と思えたらっていうか、それを手にしたと同じ意識のエネルギーをここから出せるなら、ここにあるのと一緒なんだよね、実質的には。このか、これはか、なんか伝わってるかな。あ、前に何が来ても関係ないんだってなったの。私なんだって、私がどう感じ、それからどんなエネルギーを自分の中から引き出せるかだけの話なんだってなったわけ。うん。で、なんていうかな、それがもう現実、世界が変わろうが変わる前が結局変わってんのと一緒っていうことなんだよね。で、なんていうかな、世間一般で言うさ、ゴミみたいに言われるもの、これどうやって喜ぶねんって話になるじゃん。でも分かりやすく言うとよ、キラキラした喜ばしい嬉しいものが来たら、みんなやっぱ分かりやすく幸せになるじゃん。ああ嬉しい、幸せってさ、エネルギー引き出しやすいやん。価値、それに価値があると思ってるから、そのフィルターがあるから。でもゴミみたいなさ、あんた来たら私不幸になるから来ないでってみんなから言われてるような出来事や存在があるとする。でもそのゴミみたいに言われているものがあるからこそ、ダイヤが価値あるわけですよ。全部均一にダイヤなら、ダイヤに価値は消えない、消えるわけ。でもゴミがあるからこそダイヤに価値があるという、価値を生み出してるの、ゴミがダイヤに。すごい反転のパラドックスだよね。ゴミがなければダイヤ自体も価値ないのよ。ダイヤがあるからゴミはゴミになっちゃってるのよ。だからそのすごい、実は根源的な価値を生み出しているのが実はゴミだっていうね。ダイヤの価値を生み出すのにはゴミが必要みたいな、ゴミがあるからこそダイヤみたいなさ。すると、なんていうかな、それが多分本質的な地球での闇と光の遊びをするために必要で作ったもんだよね、ダイヤとゴミみたいなさ。これ均一だったらなんか成立しないもんね、この地球の遊び方は。そのために作ったもんだよね。でもそれはゴミはゴミとして、ダイヤはダイヤとして、あの役割を果たしてるわけよね。そのだから、そういう不幸みたいなこととかさ、ゴミみたいなものをせめてね、普通にゴミはゴミとしか思ってない人には難しい話だと思うから、それは要求はしないけど、ゴミが来てもあなたのせいで不幸になるとは思わないっていうかさ、うん、
やっぱり私という存在の周波数にぴったりのものを叶えてくれたのが前に来たゴミなら、それがダイヤを具現しててもゴミを具現してても私という存在の周波数の願いをそのまま具現して叶えてくれたことに変わりはないわけ。そのこと自体にありがとうと思えるなと思って。だいぶパラドックスな話してるんで何重にもあれなんで、ちょっとこれ伝わるか微妙なとこですけど、今日それに気づいたんだよね。うん、ありがとう。そうなの、内容以下にかかわらず叶えてくれている粒子たちは精いっぱい叶えてくれているということに変わりない。うん、だからなんだろう、内容が嫌なら自分のオーダー、あるいはオーダーというよりも自分という周波数、その存在そのものからそのバグみたいになってて辛いものをクリアして変えていくしかない。それをするだけで自動的に形は作られていくから、うん、それがまあ例えば太ってるなら女性性を出したくないと思ってるとかさ、そういう部分なんですけど、うん、そう、まあだからなんつうの、ゴミさえもなんかその本当の真実の意味役割を見出し、その存在にある光を自分が見れるようになったら、ゴミにさダイヤと同等の価値を見出すということはさ、ゴミはその周波数を浴びてダイヤになっていくわけよね。それをこの世界にある全てにやっていったら底上げされていくんよ、一番低いと思われていたものが。それが結局全体の底上げになっていって、なんていうかな、地球自体の次、やば、地球自体の次元上昇にはこれ必要なんだよね多分。重くエネルギーを相殺しているのがそのカルマでありありだったとしたら、それを軽くしていくことで、このこっちの上の方のエネルギー、地球にもこうグラデーションがあるじゃん、低いところから高いところ、この低いところの底上げしていくことによってこっちも自動的に上がっていくから、うん、なんかその起こってくることの精査、これいいこれ悪いで、この分けてこうしていくこと自体が分離していくから、多分ある種のこれも統合ですよね。うん、内容に関係なくそれは全て私たちのオーダー通りに叶えられている現象ってことになると、一つこれ見ている視点が次元勝ってるって分かります？これはいいこれは悪いと見ている時、このここにおる。でもこのいい悪い関係なく全部これは自分の周波数を叶えてくれたもんなんだになった途端、いいと悪いが消えて全部叶ってるっていう風な世界に変わるわけ。もう一つレイヤー上がるよねこれ。うん、そういうことだなって。だからそしたら嫌なこと悪いことを一生懸命いい方に変えようっていう、この同じとこで頑張っても難しい。これ同レベルにいるとき問題は解決しないよ上がったときしか解決できないのよ。そこじゃなくてもう一個レイヤー上がって、あ、
どっちにしたってこれ私のそのものを叶えてくれてるんだって分かった時、自分がどんな周波数でどんな内容で何をオーダーしてるかさえ変われば全て変わるって分かる。さらにもう一個進めば、どんなものが前に来たって自分から選んで出せるエネルギーは自分次第だから、どんな刺激であろうと関係なく自分が本当に出したエネルギーを出し続けるって決めれば、ゴミであろうがダイヤであろうが同じになるっていうことなんです。そのことに気づいて今日私はすごい涙が出ました。うん、これがもう現象にとらわれないっていうかさ、これ今日気づいたばかりなんで、私が自分で実際にできるようになるところにはまだ鍛錬が必要なんですけど、まあ、全て叶ってるっていうことですね。自分のあれ通りに、自分という存在の中にあるそのわだかまりこだわりがをクリアにしていけばいくほど、自動的に全部こう喜ばしく変化していく。だってこんな形作ろうと、この体作ろうって意識してこうこうこうってしたわけじゃないじゃないですか。でも自分にとっての最上の周波数通りが今勝手にできてるから、自分っていう存在の周波数通りがまあある種自然にやってくんだよね多分。うん、勝手にかなっていくから。あー、まさみさんこんばんは。うん、ありがとう。ひろこさん、きみこっちさん、いい世界作れてるんだね。素晴らしい素晴らしい。そうですね、うん、まあ自分の状態をよくしとくってことなんですけど、うん、で、あ、これも入れとこ、前回ちょっと言ったんですけど、もう一回ここに入れとこ消えちゃったから、あの人との比較知ってを自己の時とかは、さっきも言った、結局はその自分が見ている世界でしかないから、自分っていう存在が意味付けしている世界なんで、その出てきた対象物からどういう刺激を受け取り、どんな変化エネルギーを自分から出したいかだけの話ってことなのね。で、例えばあの人は私より美しいとかさ、あの人は私より人とうまくやれる、あの人は私より稼いでるとかさ、いろんな比較の種類はみんなありますよね。で、例えばすごい綺麗と思ってる人がさ、ここの横に友達で来たら、あ、私は彼女ほど綺麗じゃないなとかさ、言うたら会社の同僚で自分より出世してて稼いでる人いたら、自分はあんな風に稼げないな、あんな風に仕事できないなって落ち込んでコンプレックスになったりするじゃないですか。でもやっぱあくまで自分主人公なんですよね。この時にこの意識から出やすいのが、そのじゃあ可愛い美しい人、石原さとみがさ、あの映画の中に出ててもめっちゃ可愛いとかしか思わないじゃん、すごい素敵みたいな。でもアンジェリーナ・ジョリーなセクシーとかね。でももし自分がね、このスクリーンで見ているとき、この見ているスクリーンの中の主人公が映画見ながら、私はあんな、その主人公は映画を見てるんですよ。アンジーが超セクシーな映画をね。それで、ホタルが、その超セクシーな映画見ながら、私はアンジーほどセクシーじゃないって落ち込んでたら、これおかしいでしょ。映画の中のアンジーと自分のセクシーさを比較して比べて落ち込むってありえないじゃん。でも
そういうことしてるってことなんだよね。自分世界に登場する誰かと自分を比較してるっていうのは。だから、ドキュメンタリーの中に出てきたビル・ゲイツを見て、ああ、私はあんなビル・ゲイツほど稼げてないって、ビル・ゲイツと比較して落ち込むみたいな。エリザベス女王の邸宅のドキュメンタリー見て、私はエリザベス女王みたいな広い部屋に住めてない、こんな狭い部屋だわって思ってるのと一緒っていうかね。誰かと比較するのは、だからなんていうかな、それが出てきたら普通に、あんな邸宅住みたいな、あんな風に可愛くなりたいな、あんな風にセクシーになりたいなっていう、素直にそこを見ればいいんだよね。で、自分がその映画見てた主人公にエリザベス女王と比較してる場合じゃないってなるじゃん。ビル・ゲイツと比較してる場合じゃないし、アンジーと比較してる場合じゃない。アンジーみたいにセクシーになりたい、ビル・ゲイツみたいに豊かになりたい、エリザベス女王みたいな素敵なお家住みたい、そこだけギフトとして刺激を受けたらそれでいいってことなんだよね。そこに価値を与えてるのも結局自分だから、自分の見方視点によってそうなってるから、選べるんだよね。うん、ちょっと言えたかあれですけど、やっぱり1回目に言った時しかそのエネルギーで言えないな、同じ話できない私。自分が気づきながら喋ってる時エネルギー出るんですけど、なんか説明になるとね、なんかエネルギーであれだよね。まあでも残しとくことは大事なんで、ちょっと入れときました。いいね。だから前に何が来てもっていう、それこそが自分が神であり創造主であるという意味の本当のとこかもなって今日思った。反応の仕方を自分でどのエネルギー出せるか選べるってことは、前に何を持ってくることも可能っていうことと一緒だし、今までその意識でいけない時そうなってないけど、自分がもしゴミにもそのダイヤレベルのこの喜びを見出せるように変わったら、もうそういうものしかやっぱ周波数的に一致しないから来なくなるよね。あるいはゴミ玉が来たとしても、その意味が自分でギフトと分かる状態でそれを受け取ることができる。あくまで全部の現象と自分の目に入るものは、自分という存在のここからどんなエネルギーを出すか、それによって進化する成長するかのためでしかないから、まあ本当の意味の錬金術かもなって思いました。まあ、これもまたトレーニングですけどね、実践ですね。ありがとうございました。なほんまにね、もうなんか、なんかこういろいろ批判とかなんかいろいろあって思うこととかあっても、本当にもうスルーですね、関係ない、自分次第だから。ポリンさん誕生日ですから、もう最高のね、ダイヤモンドのような一日を過ごしてください。で、今日記事に書いた、カノンさんの言ってた今日も幸せな一日でしたっていうやつは、ほんまに多分強力な、これさっき言ったその話どう見るかとめっちゃ共通する話なんで、ぜひやってみてください。まあこれさえできたらもう何でも
何でも可能だよね。そういうことですね。ありがとうございました。素晴らしい。ダイヤモンドのポリンさんの新しい年が始まります。で、私並木さんのやつで阪神すごいいいなと思ったら、誕生日は毎年若返っていく、1年ずつ年減らしていくらしいよ。だから私は今39歳です。来年38になります。まあ意識、年齢あんま意識してないから別に関係ない、あんまりあれなんだけど、でも年齢意識するとやっぱ老けるらしいよね。気にしない、もう頭から外した方がいいかなって思う。まさみさんやってる、素晴らしい。みんなで若返っていきましょう。何歳ぐらいがいいかな、私。もう32ぐらいがいいかな。24とかちょっと若すぎる。32ぐらいがちょうど好きかな。33か32。ありがとう。その33か32になった時点でもうずっと停止。ありがとう。またね。また最後まで追ってしまったわ。ありがとう。マリンさんありがとう。またね。深夜なのにありがとうございました。素晴らしい。A の36。36魅力やな。閉店言われてんのにな。おやすみなさい。またね。ありがとう、まさみさん。またね。